はいどうも、パルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は J2 最終節、来季そしてプレーオフに向けて期待を見せる試合にということでございまして、今シーズンまあ本当 J2 のプレビューは最後になるんですね。まあこれね、プレーオフがあるんで大分に関しては、プレーオフのプレビューレビューもやっていくんですけれども、まあ長崎に関してはこれが最後のね今シーズンプレビュー動画になるわけでございます。まあまずは長崎のサポーターの方々、まず1年間ありがとうございました。まあプレビューレビューに関しては、来シーズン以降もやっていくつもりでいますしね、これからオフシーズンに関しても長崎の、話題とかどんどんやっていくつもりでございますんで、これからもよろしくお願いいたします。そして、本当1年間ありがとうございましたっちゅう、ちょっとね寂しいですけどね、まだねそのねプレーオフがあればまだ、こんな挨拶しなくてよかったっちゅうのも、ありますけれどもね、ちゅうのがやっぱりあるんで、まずはお礼の言葉ですね。そして、大分に関してはまだプレーオフがあるんで、まだお別れはないということでございまして、本当ね最後まで頑張って、長崎の分も頑張ってほしいところではあります。そして北九州に関してまだまだねこれ、シーズンが続いていくんでね、一応カードナ選手を今回サムネに使っているんですけれどもね、本当平山選手が北九州は最近絶好調でね、連続得点記録こそ前回途絶えたんですけど、まあ、アシスト記録しているんで、まあ、同期入団の、カードナ全選手ここに期待していこうと思ってますけどもね。はい、ということで続けていきましょう。まずこちら、大宮長崎ということで、本当これが最後のね今シーズンプレビュー動画があって、さっき気づいたんですよね。そうか、長崎の試合の話をするのは次2月までないのかって、思うとちょっと寂しいものも、あるんですけど、本当来シーズンこそね、ちょっと来シーズンのレギュレーションもどうなるか分かんないという感じになってます。なんか J2 から3チームこれ昇格するみたいな、話もあるんで、どうなるか分かりませんけども、まずは本当この試合最後、戦ってほしいところでありますけど、大宮今シーズン勝ち点42で19位でございますね。そして長崎現在勝ち点55で11位というのが両チームの今シーズンの、成績になってきまして、長崎ね今年こうやって見るとやっぱホームで勝っていないんですよね。アウェーではね、まあ、アウェーで負けた数も多いか、アウェーの負け数も多いんだけどね、これアウェーの負け数も多いんですけども、しかしまあホームでやっぱ4回しか勝てなかったというのはちょっと考えようかなって、まあちょっとこの後ね今後、長崎の振り返りとかもやっていくんですけど、ちょっとやっぱり率直な感想なところになってきますけどもね。はい、そしてこれが両チーム直近5試合ですけれども、長崎はちょっと目を覆いたくなる4連敗中ということで、最後大宮戦しっかり勝ってほしいところではありますけれどもね、大宮に関してもう何とか残留を決め切ることができましたけど、直近5試合1勝1分けの3敗というのが大宮の成績にはなってきます。本当長崎ねしっかり最後勝って終わってほしいですね。これ徳島山口ね、まあ徳島も本当強いチームでまだ最後のプレーオフの可能性残してはいるんですけれども、まあ本当最後しっかり勝ってね、来シーズンに向けて少しでも希望を見せてほしいところでありますけどもね。はい、そしてこれが大宮の90分間監査の今シーズンの視察になっていきますけど、こんな感じですね。まあやっぱり監督も変わったりとかしていろんな転換期にあります。まあ2年連続で残留争いに巻き込まれてしまった大宮になっていきますけど、なんとかね今年も残留することができましたということになってきますけど、この辺の視察がだから来シーズンどう変わっていくか、まあ多分ねいろんな選手の移籍の話とか出てくる時期には大宮も本当個人個人の選手を見ていくと素晴らしい選手が多いんですよね。本当川田選手がいたりとか、若手柴山選手がいたりとか、本当素晴らしい選手が多いんで、こういう選手たちが本当ベテランと若手の融合で来シーズンこれ上がっていけるかどうか、そこもちょっと注目して見ていこうと思っています。あとオフの入れ替えですね、入れ替えも結構激しくなる可能性も高いと思いますけれども、さあどんなオフになるか、大宮もですけど、これシーズン最終戦になるんで、まあ大宮からしたらシーズン最終戦でありホーム最終戦になるんでね、そこは大宮も絶対長崎に負けたくないものがアウト思うはずなんで、そこは長崎も絶対、そこの気持ちの面で負けないでほしいところでありますけどもね。はい、そして次琉球大分ということで、割とこの試合が重要なのは琉球の方なんですね。あの琉球が現在勝ち点が34で21位なんですよね。で、これねまだ分かんないんです。琉球ね下から2番目か、まあ、最下位どっちかが、確定はしているんですけれども、あのね J3、まあ、これ毎年恒例ですよね、この時期毎年恒例なんですけれども、あのね J3 のいわきですね、いわきの方がまだ J2 ライセンスが交付されていなかったんじゃないですかね。確かねまだこれ、ライセンス問題が分かんないということで、最下位 SC 琉球これ最下位を免れればですけどね、これ、いわきが来シーズン J2 ライセンスが取得できなかった場合は SC 琉球がこれは、残留ということになる。要はね今年の J2 に関してはね、今年もか、今年も J2 に関しては最下位を免れることによって、もしかしたら J2 残留の可能性があるという感じになっているんで、ということで FC 東京絶対負けられないゲームなんですね。まあ、正
直最下位になってしまうと、まあ、降格というのが、免れない可能性が、まあ、本当9割9分になってしまうんですけど、まあ、これいわき次第、まあ、最下位を免れればいわき次第のところもあるんで、そういう意味では FC 琉球絶対これ、負けられないそんなゲームなんじゃないかという話でございますけどもね。はい、そしてこれは直近5試合、両チーム直近5試合ですけど、こんな感じですね。うん、琉球が、まあ、金沢に 2-1 で勝ってはいるんですけど、まあ、それ以外勝てていないという感じになっています。そして大分もずっと負けなしで来てはいたんですけど、前回、ね、山形に敗れてしまう、まあ、山形もこれプレーオフに向けてのモチベーション相当高かったと思うんですけど、もうまあね、大分もね、これ山形とプレーオフ、ね、最終的に当たる可能性もゼロではないというのがあるんで、ね、ちょっと嫌な感じで敗れてしまった。その分この琉球戦しっかり、勝ってリーグ戦きれいに締めたいところであると思いますけどもね。はい、そしてこれが琉球のスタッツですね。90分間換算のスタッツになってきますけれどもね、まあこのチームはやっぱ数字にはなかなか現れづらいところもあるんですけれども、やっぱり個人の能力が高いですね。まあサダムスレイ選手がいたりとか、一発のあるチーム、本当意外性といったらあれですけど、本当一発のあるチームになってくるんで、この数字以上のところですね、選手個人をどうやって抑えていくか、まあこの個人の能力で、負けないような対応というのは求められるんじゃないかという話でございます。そこは最終戦勝って気持ちよくプレーオフに行ってほしいところでありますけどもね。はい、そして最後北九州鳥取ということで、現在北九州現在勝ち点が33で、10位ですね。じわりじわりと順位を上げてきました。一桁順位もこれまだ、まあ、諦めちゃいけないところになってきますね。そして、鳥取現在勝ち点が28で15位というのが鳥取の成績になってきますけれども、そして下、両チーム直近5試合でございますけど、北九州が、まあ、現在3試合負けがないという状況にはなっておりますね。そして、鳥取が現在、まあ、現在とか直近5試合でいうと、まあ、1勝の4敗ということでね、鹿児島に 6-0 で勝ってんですね、こっち。ちょっと今びっくりした。まあ、鹿児島鳥取に 6-0 で負けたんだ。逆にね、あーすげえな、鳥取 6-0 で勝ってんだなって感じが、正直しているんですけどね。まあ、しかしその後の試合では 0-3-1-3-0-1 で、なんかやっぱ鳥取不思議なチームですよね。鳥取に関してはね、ほんと定期的に J1 まで選手を送り出しているんですね。まあ、鳥取から直接 J1 選手っていなかったと思うんですけど、しかしまあこう現在 J1 で活躍しているとか、プレーをしている選手の中ではちょっと自分の経歴書の中には、履歴書の中には鳥取中チームがありますみたいな選手も J1 クラブにいるんでね、J1 の選手にいるんで、ということを考えるとやっぱ鳥取ってね、若手の方向であったりとかね、ほんと将来性のある選手が多いですよね。瀬瀬選手とかもそうですけど、ほんと、素晴らしい選手が多い鳥取でございますんで、ここに北九州負けないように戦ってほしいところでありますけどもね。はい、そしてこれが、鳥取のスタッツですけど、一応こんな感じですね。まあ、やっぱ鳥取もね、やっぱりさっきも言った通り、これ数字に現れないところですね。今度個人個人の選手の能力高いものがあります。まあ、瀬瀬ボランチの瀬瀬選手に関しては本当ね、これキーポイントになっていくと思いますし、でさっきも言った通り、鳥取は、ね、個人個人の選手の能力の高いものがあるんですよね。まあ、石川大地選手とかもそうですしね、あとさっき名前を出した瀬瀬選手ですね、ボランチの、瀬瀬選手になってきますけどね、この、まあ、キーマンが結構ね、これ僕は将来的に石川選手にしても瀬瀬選手にしても、J1 に行けんじゃないかって思ってはいるんですけどもね。中本当ね、個人昇格候補が多い、鳥取にはなってくるんでね。さっきのね、大分の時にも言ったんですけどもね、まあ、やっぱ数字に現れにくい分中のこれ鳥取も、持ってる分があるんでね。そう、あとボランチの新井選手か、あとボランチの新井選手もこの選手本当ボール奪う力が高い選手になってくるんで、この新井選手がボール奪った後にこれカウンターを食らわないように、してほしいところでありますけどもね。はい、ということで今回以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら。喜ぶよ。教えて教えて。